こんにちは。はい、アンティークスクーバー撮影歴20年を記念して今回、個展を開催させていただきました。そこで、はい、現在のゲストとして活躍いただいているシアさんに登場いただき、2、3、インタビューをさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずシアさん、アンティークスクーバーのモデルとして3年目になりますよね。はい、で、3年前に初めて水中撮影、まあ、ダイビングを始めたわけですが、はい、その時の感想などちょっと聞かせていただけますか。はい、そうですね、もうスキューバダイビングをするのも本当にその時が初めてでしたし、まず水に入って泳ぐっていうのを本当に中学生以来していなくて、うん、なのでもう実際ね、その潜って撮影をするっていうのが本当に初めてだったんで、これは私にできるのかっていう、まずその心配とやっぱ緊張とかもありました。うん、水が怖いわけではなかったんですよね。そうですね、はい、それはですので、はい、それで、最初に、インストラクターの方から、はい、きちんと、そうです、いずれも教えていただいたんですよね。そうですね、はい、その時に、まあ、本当に初めて水に入ったという感じですよね。はい、そうです、はい、で、その後撮影ということで、今回ちょっと会場にもたくさん写真を飾っているんですが、志田さんのかっこいい写真をいっぱい、入らせて、撮らせていただいたり、はい、まあ、映像を撮らせていただいたりということをさせていただいておきました。はい、で、アーティクスクーバーの中では最近 DVD、はい、動画を中心に頑張ってるんですけれど、はい、その中でやはりスクーバだけもしくはアンティークの機材だけといったようなこうガチガチのものではなく、モデルさんをできるだけこう綺麗に、しかも全体のイメージを良くと思って撮るので、はい、その中で企画ものという形で企画を作らせていただきました。はい、で、前作のスクーバトラップではセーラーシアと題して、セーラー戦士で、陸で水中でと戦っていただくものを撮りました。この辺で、千谷さんのちょっとご感想などを聞かせていただきたいと思います。はい、そうですね、もうセーラーシアっていう本当に私が本当に小さな頃からやっぱ憧れてたそのセーラー戦士とか、その、ね、女の子が可愛い衣装というか、ね、可愛い衣装なんですけど、でもちょっとかっこよく戦うっていう、はい、ね、そういうのにやっぱり少なからず憧れがあって、はい、で実際そのこのスキューバトラップの時に撮影をさせてもらって、はい、やっぱその、ね、憧れがこう実現になって、うん、やっぱちょっと夢が叶った感覚で、はい、とても楽しく、はい、撮影させていただきました。セーラー服スタイルの水着を探してきて、はい、そうですね、探してましたね。で、実際あれ、クリエイター的には作ったものに対して、あとエフェクトをかけて、ステッキを振った時に光が出たりとか、はい、もしくはそんなのをいっぱい作ったんですね。で、そんなの出来上がりを見てどう思いました？そうですね、その実際撮ってる時ってやっぱね、振って戦ってっていうポージングをしてるので、その実際そのなってるわけじゃないですけど、やっぱその映像を見た時にやっぱキラキラなエフェクトというか映像効果のものとか、音とかもシャーンみたいなのが流れて、あ、うん、すごい、私魔法を使ってるみたいな感覚になって、うんうん、すごく感動しました。そ、はい、はい、そんなところぜひ見ていただければと思いま す、 ね。そうですね、はい、また今回の作品の中ではスクーバミッションの中ではベイビーシアと題して、はい、これかっこいいシアさんということで、結構ハードロックをベースにした音楽の中に、はい、合わせて活躍するといった、部分を作らせていたんですが、これ柴田さんのご提案でしたよね。そうですね、はい、うん、その辺ちょっと聞かせてください、はい、なんか前作 の、 そのやっぱそのセーラーシアもやっぱそのアンティークスキューバーの中ではちょっとね、もう新しい試みっていう感じではあったんですけども、今回もそのね、その企画として何かやりたいことあるって言われて、やっぱり普段その音楽を聴いてて結構やっぱハードな音楽だったりとか、やっぱかっこいいっていうものがベースですごく好きだったりしたので、ね、そのなんか私らしさを表現するので一番分かりやすいというか、なんかダイレクトな表現って思ったのがやっぱその
激しいまでは、まあ、もちろん激しいんですけど、まあ、かっこよくてでもちょっと可愛さもあってっていうロックな部分が見せれる、はい、そうですね、あのスモーク焚いたりレーザーを飛ばしたりってすごい凝ってるんですよね。ね、スタッフの皆さんにすごい頑張っていただいて、はい、ぜひ、ぜひ見ていただければと思ってます。はい、ぜひぜひ。さあさあ、あと、撮影ではね結構アクションシーンがあるんですけれど、はい、この時に敵役と、まあ、陸上で戦ったり水中で戦ったりという大活躍があるんですが、はい、この辺のリハーサル立て、はい、それから舞台裏などをちょっとシアさんの口からお話できる範囲でちょっとお話しいただければと思います。はい、そうですね、やっぱその映像を通して実際アクションしたり盾をやったり演技するのって、ね、私も経験がなく、はい、もう実際本当にみんなそのスタッフとかの一緒にやってくれたモデルさんに本当にアドバイスとかもういただいたし、そのシナリオをくださった方とかがもう絵コンテでね送ってくださって、で実際もうどんな表情をしててここはどんなセリフを言うとかっていうのをすごく、ね、綿密に書いてくださってたので、私もすごく分かりやすいというか感情輸入もしやすいし、で実際そのリハーサルとか打ち合わせの時にどんな感じで動こうとかどんな感じで演技しようっていうのを一緒に相談して今回作らせてもいただいてるので、うん、とてもぜひ見ていただきたいなっていう感じです、はい、頑張ってます、はいはい、特にこの辺のモデルとして の、はい、あの活動とかアクションの件に関してはエグゼクティブアドバイザーとして広瀬さん、はい、シアさん前にあのアンティークスクーバーのモデルをしていただいた方が、ね、アドバイスをいっぱいいただいていると思うんですが、この辺はどんなことがありましたか。もうそうですね、広瀬さんはすごく本当に、ね、もうたくさん教わって、本当にあのモデルとしてもそのアンティークスクーバーで初めてだったので、もうそこからもうね、立ち方とかポージングからも全部教わったりとかもですし、もうアクションなんてすごいもう何でも縦そのアクション殴ったりっていうか、そのねパンチとかキックとか、あとはその物の使い方とかすごい武器とかの使い方とかもやっぱ今まで経験されてることとかもたくさん教わったので。うん、はい、もうありがとうございますの気持ちです。広瀬さんも、DVD は2作品、スクーバファイトとスクーバハンター出てますので、ね、こちらもまたよろしくお願いできればと思います。あと、毎年伊豆で集中的にロケ合宿してロケをしてるんですが、これ朝から晩まですごい、集中してロケをしておりますね、はい、でこの中ロケの中で結構アクション編っていうのが完成されていくんですけれど、はい、アクション編の中でシアさんの演技がすごく、はい、迫真に迫っていて、はい、リアル感があるという声をいっぱいいただくんですけれど、はい、この辺何か、コツみたいなところ意気込みがあれば。意気込み、そうですね、アクションもうアクションってなるとすごいなんかもう別の人格として、実際そのね日常的に起こることってなかなかないと思うので、こうそのシナリオをいただいて実際やって本当になんか入り込んでいくっていうんですかね、なんかもうスタッフさんとその一緒にやってる広瀬さんと、あとサポートしてくれてるゆかちゃんと一緒にもうすごいその世界に入り込むような感じでやらさせていただいてるので、なんだろう、見どころ、はい、そうですね、いっぱいあります。あの本当に迫真に迫った演技ですね、最初から最後まですごい頑張った感じなので、はいはい、見てもらえたらなと思います。はい、あとシュアさん実は音楽活動もすごくやってらっしゃるんですよね。はい、で今回、まあ、合宿でミュージックビデオということでミュージックビデオの撮影もしました。はい、スイカみたいなワンピースという曲を元に、うん、はいはい、この辺ちょっと何かお話をいただければと思います。そうですね、そう MV 撮影っていうのね、ミュージックビデオを作るのも本当に初めてのことで、本当にそういうきっかけをくださってありがたいなって思っているんですけども、その先ほどタイトル出していただきましたあのスイカみたいなワンピースの他にもあと2曲
ね、撮っていただいているんですけども、タイトルの方がですね、ハニーサマーという夏のちょっと明るくて可愛い曲とかもあるし、あとはディアっていうちょっとバラードというかもうメロディーがすごくなんていうかちょっとロマンチックな感じもあるしっていう、すごいちょっとそのなんかそのスイカみたいなワンピースはちょっとおしゃれな感じの、ね、でも夏の曲で、その3曲ともすごいイメージが違う感じで撮っていただいたので、ね、もうすごくいつかお披露目ができればなと思ってます、はい、これぜひ、はい、作った方もすごい手応え十分なので、ぜひぜひ皆さんにお願いしたいと思っておりました。はい、では最後に、アンティークスクールファンの皆さんにお伝えしたいことということで、はい、シアさんから、はい、お話をどうかいただければと思います。はい、皆様、改めまして、こんにちは。アンティークスキューバー、ミスアンティークスキューバーさせていただいてます、シアです。活動歴20年の中でですね、私ももうモデルをさせてもらって3年目ですかね、させていただいてるんですけども、本当にいつも動画とか、見ていただいたりとか、あとコメントをくださって本当に感謝しております。ありがとうございます。そうですね、モデルをさせてもらって、私も2作目の方を今回DVD を出させていただいております。ぜひ見てください。スキューバミッションタイトルになっております。はい、ありがとうございます。ですね、今回のやつはもう先ほどインタビューの方でもお話をさせていただきました、ベビーシアというですね、ロックでハードな音楽に合わせてすごく私が激しい感じでかっこいい、でもちょっと可愛らしさもあるような女の子をのイメージを撮らせていただいております。そしてもちろんアンティークスキューバならではの、水中写真や、あとですね、まあ、水着での撮影などとかもさせていただいておりますし、先ほどたくさん喋らせていただきましたこっちのアクションの方の方もぜひ見ていただきたいなと思っております。ぜひたくさん頑張っているので見てください。よろしくお願いします。今後ともアンティークスキューバと私シアの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日はアンティークスキューバに撮影歴20年ということのイベントにおいていただきましたシアさんにいろいろインタビューさせていただきました。今後ともシアさんの活動、それからアンティークスキューバの応援、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。